ダミアン・エミリアーノ・マルティネスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、マルデル・プラタ出身のサッカー選手、アストンビラ FC 所属。ポジションは、ゴールキーパー。CA インデペンリエンテのユースチームでプレーを始めた。2009南米 U-17 選手権での活躍が、アーセナル FC のスカウトの目に留まり、2009年4月に、アーセナルが50万ユーロ弱で保有権の65%を、 買い取った。2012年5月、リーグ2のオックスフォードユナイテッド FC にローンで加入。リーグ1昇格に成功した場合、ローンが延長される契約を結んでいたが、昇格を逃したことで、アーセナルに復帰した。アーセナル復帰後も、マヌエル・アルムニア、ウカシュ・ファビアンスキ、ボイチェフ・シチェスニー、ビトマン・ノーネラ同ポジションのライバルが多くいる状態で、12月26日の、 キャピタルワンカップ、コベントリーシティ FC 戦がシーズンにおける唯一の出場記録となった。2019年1月23日、レディング FC にシーズン終了までのローンで移籍した。2019から20シーズンは、ペトルチェフが現役を退いたためアーセナルに復帰し、守護神のベルントレノのバックアッパーとしてプレーしていたが、 そのレノが負傷で離脱すると、政治家としてプレー。FA カップ決勝でも先発出場し、優勝した。2020年9月16日、アストンビラ FCA4 年契約で完全移籍することが発表された。U17 年代からアルゼンチン代表に選出されている。2011年6月、A 代表初招集。2021年、 コパアメリカ準決勝のコロンビア戦の PK 戦で相手3人のキックをセーブして決勝進出に貢献決勝ではブラジルに勝利して優勝したアーセナルのトライアルを受けた時16歳のマルティネスは家族と離れるのに恐怖を感じておりトライアルを受けるだけ受けてアーセナルに行くつもりはなくインデペンディエンテと契約延長するつもりでいたその時は 欧州への挑戦はもっと後で良いと考えていたが、予想外にアーセナルから完全契約のオファーが一週間もしない、うちに来た。弟と母親には行かないでと言われたが、夜に父親が生活費が払えないと泣いているのを見てしまい、以前から自分や弟が食事をしている時両親が食べていないのを見ていたマルティネスは家族を養うためにイエスと返答したと本人は10回している。 移籍後も最初の数年は公式戦に出場もできなかったが、18歳の彼は、欧州に行って、手ぶらで帰るような選手にはなりたくない。何も成し遂げていないうちは母国に帰らないと母親に言った。初めてアーセナルに来た時英語がわからず、馴染めなかったがそれを手助けしてくれる人もいなかったと、解雇している。そのため、同様に若手の南米選手であるマルティネリア・ルーカス。 トレーラーなどには積極的に手助けするように心がけていると語った。ありがとうございます。